いや頼む、ちょっと、かかっちゃった、ありがとう。もういいですか、もう散々なんですけど早く。じゃあ今度 GD 打ってみる。ちょっと小分けして5回ぐらいおしねりして使ってみて。じゃあ5回ぐらい、おしねりしたぐらいでスタートしてみて。餌の大きさ的にはどれぐらいで作ればいいんですか。さっきよりは、さっきと同じぐらいで、まあ、今針何号だっけ。今バラサ7ですね。じゃあそれがなんとなく隠れるぐらいの大きさでいいと思うよ。あ、これぐらいかな。うん、いい感じだね。まあこんな感じ、こんな感じですね。そう、お助け GD のおかげ。触った感じだとなんか割と今水250ってことなんで、さっきより持たないんじゃないかっていうような感じするよね。感じがするんですけど、まあ割とすんなり今入ってって、まあ持ってるね。持ってますよね。ただそんなに魚いない時で持ってるんで、まあとりあえずじゃあ、今作り始めなんでちょっと打ってみよう。はい、でも半年の割には餌付けとか上手だよね。相当特訓させていただいてるので。あ、なんか浮きが、静かになってるでしょ。で、止まったとこで強く当たるようなとこの当たりを合わせてこう。ちょっといいよ、それ全然気にしないでいいからね。逆に言うと今ぐらい餌持ってくれてないと、もうちょっと魚寄ってきた時にどうにもならなくなっちゃうから。というかさっきより全然団子つけやすいんですよね。ね、GD がこう、まあ膨らむ餌なんだけど、やっぱまとめてくれてるんで、全然手の中でポロポロしないんですよ。そうだね。あ、上がる上がる。もうそれは食っちゃってるかもしれないけど、今離しちゃったからもういいよ。 また馴染んでそこから当たれば最高。おお、持ってますよね。持ってますね。ここからですよね。もうそんなに待ちすぎないで、まあ打ち始めなんでまだ。はい。さっきバシャバシャしてたんで、それはもう大変な思いをして。そうだね、もう釣りとしては組み立たってないわけじゃん、はい、まあ釣れたとしてももう走ったとかそんな感じになっちゃうわけじゃないですか。 そうなんですよね。それをやっぱり釣りとしてこう成立させるために、安定した動きを出すにはどうしたらいいかってことだからね、今ね、はい、で今ちょっと止められたけど馴染んで、そこら辺から強いあたりが出てくれば最高だよ。いや、それは糸釣れだからいい、ほっといて、で止まったぐらいからドンってくればいいんだよね。おお、ちょっと今の弱いけど、ちゃんとなってるよ。食ってればいいんですよね。ちゃんと全然食ってると思う。全然食ってますね。やっぱり魚が多いから、全てが全てうまく伝達はいかねえから、はい、あんだけ魚いればこいつはちゃんと食ってんだけど、やっぱり途中で触った当たったりなんかもしてるわけじゃん、はい、いいじゃん。なんか釣りになってきたよ。釣りになってきたよ。というか楽っすよね。おはようございます。本日は新宿をご利用いただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりお坊さんたちから、お飲み物の販売に参ります。生ビール、アイスコーヒー、缶ビール、酎ハイ、お酒、
カップジュース、缶ジュースなど各種ご用意しておりますので、どうぞご利用くださいませ。続いてイベントのお知らせをいたします。8月9日金曜日、フライデーオープンを開催いたします。もう行けよーし、もう行けよーし。毎月第2金曜日に皆様に楽しんでいただきたいという趣旨のもと開催しております。参加費は入場料のみで当日参加ができます。参加者の皆様に、キュッとゆっくり立って、ここからですね、そこから止まってからの当たりを、うっうっ、すっごい強い当たり、いいじゃん、まさに理想的だね。でも自分が思ってるよりちゃんと当たってるでしょ。あのびっくりするくらいちゃんと強いすげえ楽しい。結構あの出来たてと比べて乾燥してきちゃったんですけど、これ手水打って大丈夫ですか？うん、ちょっと柔らかくしてとか、あんまりあのいじりすぎないぐらいの感じで、ちょっと軽く打って、ちょっと打って、あとちょっと開きすぎだなと思ったら5回ぐらい押しねりぐらいの感じの対応で、こねくり回すようなことは しちゃいけない。うん、まあ、あんまりしない方がいい餌だと思います。それは糸ずれだからいいよ、ほっといてまたぶら下がってくれば、うん、そうそうそう、してくれば、うん、そうそうそう、それでいいじゃん。お、2つ、すげえ。これちなみに2つ釣ったの初めてとか？これ初めてですよ。お初めてのね、ガチで生まれて初めての2つ初めてのお使いに続き初めてのリャンコが、リャンコ釣れた。ちょっと嬉しい、超嬉しい。なんだ、権量機に入れとくんだったね。そうですね、2匹で何匹だったか、何キロ。いや、ここまで静かななっちゃうんですよ。もういい感じ、なっちゃうんですよ。もういい感じ、そう、俺やるよりよっぽどいいよなんか上手くなった気持ちになるでしょ。いや本当それがこの餌の、あの頭の中で長期最前線のあのオープニングのあの BGM がすごい鳴り響いちゃってるんですけど、それはナリーさんが30分で15枚も釣ったんだぜ。で今もと、あ、ね、上で止められてるけど、それも深く馴染んだとこで当たればそれでいいんだから、そこからでいいよね。止まって、おい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 、完璧ですよこれ。完璧ですよ。素敵な当たりでした。素敵な当たり、素敵なヘラ。だいぶコツ掴んでいましたね。マジですか？まだまだだけ。まだまだですけど。